はい、それではここからはゲストのご紹介でございます。パフォーマー純一さんに来ていただきました。純一さんでございます。純一さんありがとうございます。いやーもうね、あの純一さんにはいろいろお世話になってますですね。本当にいつもいつも助けていただいておりますけどね。なんかね、純一さんっていうとなんかこういろんなキャラクターがあるじゃないですか。まあ今の保育さん、保育士さんっていうのもそうでしたけど、もう私の中ではまずマジシャンだったっていうイメージがあるんですけど、気づいたらちょっとなんか銅像になってたみたいな、はい、私のイメージ ですよね、はい、で今催眠術をやってらっしゃる、ね、っていうことなんですけど、はい、なんかあれですか、得意なのって、今一番得意なのっていうのは、今得意なの、そうですね、やっぱり今催眠術師をしてるので、ね、催眠術来ましたからね。催眠術って、いやもう私声からかかりそうね、本当に。実際催眠術を、はい、こうパフォーマンスでやってて、はい、かかりますか？あ、かかりますよ。あ、はい、なんかこううわー、なんか自分って催眠術かけられたら怖いので、うんうんうん、かからないとかなっちゃうんですけど、そういうタイプ、あれ、なんか自分の中で、はい、こうお客さんにこう催眠術やるじゃないですか、はい、あれやれかかんねえぞかかんねえぞとかっていうのはやっぱあるんですか？いや、やっぱりね、ありますよ。催眠術は無理やりかけることはできないんで、うん、相手がやりたくない、かかりたくないと思うとかからないんですよ。あ、リラックスしてないと。そうですね、相手の協力が必要ってことですか？あ、もう協力が必要です。協力っていうとちょっと違うんじゃないかな。いやいや、パフォーマーって言ったらね、皆さんの協力が必要でございますって言うんだよね。そう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 、パフォーマーってそういうもんなんですよ。一応ね、パフォーマー獣医さんになってますから。そうですね、はい、はい、あ、なんかでも実際にかかっちゃって、はい、今度解けないとかってあるんですか？ほとんどないですけど、はい、うん、なんだろう、かかりやすい人みたいな人は、たまにいらっしゃるので。かかりやすい人ってどんな人なんですか？例えば、まあ、今、こう横でかけてるとするじゃないですか、はい、で、例えば、まあのりんごさんの隣で今聞いてますよね、はい、真横で聞いてますよね、はいはいはい、かけてたら、なぜかのりんごさんがかかっちゃう。聞いてない人がかかっちゃう。お前は眠くなるよね。なんか自分で催眠術こうかけて、今からこう眠くなります、眠くなりますって自分がこうかかっちゃうってことあるんですか？自分が眠くなっちゃうみたいな。でも自分でかけるみたいなのもありますよ。どんなんですかそれ？指がくっついて離れなくなるとか、まぶたが開かなくなるとか、こういうのもやったりとか。大変ですよね、まぶたが開かなくなってね、帰り中こうなって、まぶたが開かねみたいな。帰り中はね、ちゃんとね、あいつ寝てるなって思われちゃうんで、しっかりね、やめようと。すごい、指が、なんでかかるんですか、催眠術って。催眠術は、もう究極の思い込みなんですよ。あ、はい、究極の思い込み、究極の思い込みです。じゃあ自分で絶対これ、俺離れなくなっちゃうんだっていう。はいはい、そうです。催眠術師にかけられたから、これ本当にもうくっついちゃうんだ。あ、本当に取れない、どうしようみたいな。あ、思い込み、ちょっとまなみさんね、思い込み激しそうですもんね。どんどんかかっちゃう。どんどんかかっちゃうね。いや、意外と私、かけられないぞっていうタイプなんですよ。あ、そうですか、やっぱり。あれ、でも、純一さん自体は催眠術かかりやすいタイプ。はい、僕、そうですね、まあ、催眠術もいろいろあるんですよね。こう手が固まるとか、こういうのもあれば、味覚が変わるとか、あとは何だろう、感情を引き出すみたいな、そういういろんなのがあるんですけど、味覚が変わるとかはちょっと入りかかりづらいんですよ。はいはいはい、だけど手が固まるとか、手がテーブルにくっついて離れなくなるとか、こういうのはめちゃくちゃかかります。すごいね。なんかさ、催眠術って言うとなんかね、男ってちょっとこう、やましいじゃないけど、好きな子に催眠術かけて、絶対俺の心を好きにさせてやるみたいな、そういうのはできないんですか？できるもんかい。まあ、催眠術がその相手の気持ちをこう誘発するとか、はあはあ、そういう技術なので、はい、もう本当にこの人には嫌だって思ってたら、絶対かからないですけど、はいはい、まあ、例えば、ね、まあ、この人だったらちょっとハグしても大丈夫ぐらいな、そんな関係性とかだと、何だろう、例えば、そのハグしたらたまらなくなるよみたいな催眠術をかけると、あ、じゃあ、まあ、なんかすごいハグしたい気持ちになってきたみたいな、
ちょっと恐ろうかな。何？バレンタインデーに使おう。バレンタインデーに使おうかな。持ってきてくれた女の子。持ってきてくれた女の子にサイミズをかけて、ハグまで持ってきて。何それ。でもやっぱりね、そのかけるときに、この人なんか企んでるなって思われるとは、ダメだろうね。確かに。あ、でもサイミズかけるときは、サイミズかけるっていうのは分かっちゃうから、分かっちゃうから難しいね。知らぬ間にかかってる、かけてるっていうのはないの。確かに。知らぬ間に。そうですね。なんだろう、人によってはそういう、まあ、テレビの企画とかでそういうのかけてたものを見たことはありますけども、でも基本的にあのもう事前に相手に言った方が相手かかりやすくなるので、なるほどね。ゆうみさんなんか催眠術覚えたらどうですか？ね、うん、やってみたい。ね、友達と仲良くなる。そこだ。友達と仲良くなる催眠術。明日私を誘うみたいな。そうそう。明日みんなで遊ぶように遊ぶようにみたいなね。うん、なんかほら催眠術って結構なんか心理なんだっけ、病気とかなんかね、あの催眠療法だっけ、なんかああいうのとはまた違うんですか、パフォーマンスでやる催眠術って。もともとはその催眠療法をパフォーマンスにしたものが催眠術なんで、はいはい、まあこの催眠療法で使われているような技術とかそういうのを、まあ、催眠術でも使うことはあります。あ、なるほどね。なんかね、あのほら心の病の方とか、なんか結構ね催眠療法でなんか治したりとかっていうのをよくねなんかテレビとかでやってたりするから、なんかそういうのから来てるのかなと思います。なんか催眠療法っていうか催眠術とかやっててなんか失敗談とかってあります？いや失敗談、そうですね、やっぱり、まあ、かからないかからないときってどうしてますか？どうするんですか？でもかからないときはもうあのなんだろう、そうお客さんがもうかかりたいんですって言ってきてかからないっていうときはもう、あ、今日はそのかからなかったですねってなんか周りがガヤガヤしてたりする、集中しきれなかったりとか、そういうのでかからなかったりとか、周りの目が気になってかからないとか、いろんな要因があるんですよ、ね。はい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 、なのでその考えられる要因を伝えて、今日はかからなかったりする。でもあの今日かからないからといって全くこの後絶対全然かからないわけではないですよ、また機会があれば楽しんでくださいって言って、言ったりとか。優しい、はい、やましい優しいやましいじゃなくて優しい、ね、いや分かる気がするけど、いや だってね、パフォーマンスで催眠術かけて結構リスク高いなと思いますよ、ね、同じパフォーマーとして、だってかからなかったらどこをしていいのかなって悩みますもん、なんかマジックとかだからね、なんか結構あれですけど、なんかね、こう催眠術とかだったらどうやってフォローしようかなとか、なんかちょっとあの11分だったら3人に叩くのいいかなと思うんですけど、ドミンコさんじゃ叩けられなくない？なんでだよ絶対欲しいから怖い、なんか入れなさそう何それ、安心感が違う、などういうことですか、やましい男ですよ、ヤマさんすごい安心、いや、あの11くんもやましい男ですからね、いやそんなことない、あの、まあ、コロナの時期だったから、結構そのコミュニケーション取らなくてスタチューとかってできるじゃないですか、そうですね、でスタチューやっててあずっと立ってるじゃないですか、はい、あ一体何考えてるんですか、あれやってる時立つんじゃないの、そう30分とかずっと立ってるじゃないですか、そうですね、さすがにね30分ずっとこうやってるの俺も疲れるからね、すごいと思うね、あれ見てて、はい、あれ何考えてるんですか中で、あれはそうですね、そのスタチューっていうのは石像パフォーマンスっていう、招き人形とかだったり、ね、で顔を真っ白に塗って後ろ石像にあったりとかするんですけど、やってるとき、そうですね、道行く人を見て、あ、この人来るかな、あ、来なかったか、あと、あの人、なんかずっとあそこに立ってるけど、待ち合わせでもしてるのかなとか、いやいや、向こうが思ってるから、ずっと立ってるからってね、向こうも、そう、待ち合わせしてる人も、あの、純一君の方が、あの人ずっと立ってるなと思って見てるから、待ち合わせして立ってる人も、あの人ずっと立ってるなって、お互い思っててね。人間観察をしてるってことですか？そうですね。ああ、でもそしたら楽しい。私もできる。人間ウォッチングしてる人は楽しいかもしれないね。趣味人間ウォッチングです。あ、ね、いいよね。だから原宿とかでね、こうやってたのね、こう立ちながら。高いな。そういうのないの？そういうの。やっぱりやましいよ。いやいやいや。やっぱね、男の人やっぱりね、まあ思う時はあります。でしょ？でしょ？だから石像なのに、こう。
止まってるじゃない、はい、可愛い子が通ったらこうだんだん顔がこうより動いてってあれあの先生動いてるぞみたいな。でも痛くないんですか。あもう体の力を抜いて、リラックス状態で。どのポーズが一番いいですか。どうだろうな、あの腕とかって90度に曲げてると疲れにくいんですよ。まっすぐ伸ばしてるより90度に曲げた方がその疲労の溜まり具合が全然違うので、そうですね、なんか腕は曲げてで、まあ、ちょっとなんだろう、ちょっと前に出してみたいな、こんな感じで、ね、やっぱなんか脱力が大事なんですね。脱力が大事です。あれね結構ねすごいと思う。ずっとね立ってはなきゃいけないですからね。本当にすごいと思う。すごいよね。本当にすごいと思う。毎回思うんですよ。だってね真夏の暑い時に、あ申し訳ないんですけど、イベントに来てもらって真夏の暑い時に炎天下の中ずっと立たしてましたからね。本当に、ね、本当に申し訳ないなと思って。すごい。すごいと思う。あれはねすごいと思いますよ。さあゆみさんメッセージが来てますけども。はい。無視を殺したのね。コリスタのコリスタチャンネルの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。お正月の挨拶が遅れましたが、新年明けましておめでとうございます。シロポルダ J。 最近は相模原市の全ホームタウンチームの応援と スタグルなどの美味しいもの食べ歩きを思いっきり楽しんで夢中になってます。皆さんの夢中になっているものは何ですか。皆さん寒い日が続くのでお体ご自愛ください。本年もよろしくお願いします。それではまたじゃーい。ということで、しろぽろさんからいただきましたね。なんかね、夢中になってること、純一さんなんか夢中になってることあります？僕ですか？ですね、パフォーマーの仕事をしているので、コロナの時期で仕事がなくなっちゃったんですよね。はい。なので、僕、野菜を育てる。野菜待って待って。スタチューで野菜。何ですか野菜って。でもいろんなの、ピーマンだったりとか、今は大根だったり、ニンニク、いろんなの育ててますね。すごいですね。とってもいいんですよ。すごく甘くて美味しそうなのって。それは催眠術のイメージなんですけど、それ。かってるかもしれない。野菜にも催眠術かけてるって、お前大きくなる大きくなるみたいな。でもやっぱりこう、ツイッターとかもやってるので、面白いネタとしてなんかこう投稿したいなって思ったので、枝豆を作ってる時に、3つ数えると美味しい枝豆になって美味しく育つよ、3、2、1、パチンって言って動画撮ってます。なんかパフォーマーあるあるですね。いやいや、コロナの時はねやっぱパフォーマーお仕事ないので結構ねみんないろいろ考えてましたよね。そうですね。動画でやってみたりとか、マジックをこうね動画でやってみたりとかね、はい、そんなこといろいろやってましたけども、パフォーマー純一さんのおすすめの曲をよろしくお願いいたします。はい、Look at the Heaven という曲をお願いします。それではお聴きください。どうぞ。